チャンネル。わー、今はまだ思い出にはできない、したくないの、あなたと二人で見てるこの夢が終わるまで。
宮崎直子です。直子チャンネル292曲目、柴田純さんの夢をお届けしました。リクエストもいただいていました。学生時代から私柴田純さん聴きまくっていたので、大好きすぎて思い入れが強すぎてなかなか歌えなかったんですけど、この曲もそうだし、まだまだ切なくてたまらない曲が、大好きな曲がいっぱい、支えてもらった曲がいっぱいあります。そしてもう一つ今日お見せしたいものがあるんですけど、これバッグなんですけど、サインと日付と柴田純さんの、捜査員と日付と、私の名前を書いていただいているバッグ、あと中に靴下も入ってるんですけど、2007年4月なので、まだ私活動、自分の活動はあまりちゃんとしていなくて、シンガーソングライターにはなっていない時でも、シンガーソングライターになりたいなと思って仮歌とかボイトレとかしてた頃なんですけど、シンガーソングライターのいろんな方のホームページを見るのが日課で、柴田純さんのホームページ見た時に、この日のライブの無料招待一組みたいなのがあって、ちょうどこの日私誕生日なので、なんか運命を勝手に感じてしまって応募したんですけど、その時にメッセージ欄かなんかのところに、誕生日なんですってアピールしようかなと思ったら、メッセージ欄なかったので、私ずうずうしくも名前の横に、この日誕生日なんですってカッコして書いたら、当選させてくださって、当日ライブを見に行って、もうライブ自体も本当に感動したんですけど、生の歌声、ライブの途中で柴田純さんが客席にいらっしゃって、これをくださったんです、私に。もうでもすごくシンガーソングライターに憧れてたし、柴田純さんも本当に憧れの方だったので、もう本当に忘れられない出来事だったし、シンガーソングライターになりたいっていう夢も、なんかこの出来事がすごく背中を押してくださった気がしていて、こうやってそれから9年経つんですけど、こうやってシンガーソングライターとして歌を続けられていて、こうやってそんな時のお話がここでできるというのもすごいありがたいことだなと思いつつ、今日柴田純さんの夢をお届けしました。いつか柴田純さんにお会いすることができたら、直接持ってますって、あの時ありがとうございましたってまた伝えられたらいいなと、そんな思いもしております。ということで、今日は柴田純さんの夢でした。明日は玉置浩二さんの曲、この曲もまた大好きなんですけど、お届けしたいと思います。ということで、また明日。宮崎直子ツイッターとブログをやっています。よかったら遊びに来てください。そして YouTube チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。宮崎直子でした。